悟空は海王様の助けを借り、新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し当てた。新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは、悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。その者とは、デンデ。お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ、すぐにクリリンとご飯を連れてくっからな。こいつが新しい地球の神様だ。本当にデンデなのか。久しぶりだな。なあおい、信じられるか。クリリンさん、ゴハンさん、お久しぶりです。ねえ、神様になってくれるって。はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使えるのか。新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが、でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ、じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つ。はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返って。そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが、叶えられる願いが2つになってしまいますよ。え？それでいい。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴンボールは復活したと思います。うわ、もう？見事だ。こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よし、じゃあオーラがドラゴンボール集めてくる。ごはん、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまでここでデンデと遊んでやれ。え？いいからいいから、心配すんなって。じゃあな。さあで、パッパッと集めっぞ。悟空さん、気をつけて。新しい神様にいろいろなことを教えないと。あのデンデが新しい神様になってくれるなんてな。デンデに、しかし本当にドラゴンボールが復活できてっかな。あんな。デンデなら立派に役目を果たしてくれそうだ。